はいどうもガチョウです、えー。2017年も残すところあとわずかとなりました。えー、今年も1年間、えー、当チャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。まあね実際ちょっと今と録画してるのはまだまだ2017年 <laughs> 終わりまではしばらくある時期なんですけれども、えー、ちょっとこのあとね、えー、動画を撮る余裕がなくなりそうなのでこ,このタイミングで、えー、2017年 えー、ガチョウチャンネルのベストバイをご報告をしておきたいと思います2017年ガチョウチャンネルのベストバイはいやこれちょっと違うなこれはでもね美味しいですよ、えー、2017年ガチョウチャンネルのベストバイはこちらです、えー、Amazon Fire HD 8もうねあのー、なんだろうねやっぱり 生活を変えましたよ、うん、これはねほんと便利この8インチサイズのタブレットまあそもそもねあの購入した時の動画を見ていただきたいんですけどねこれについての私の感想はやっぱ8インチのタブレットを初めて持ったので、えー、この AmazonFireHD8 がこう他のタブレットと比較してどうなのかってちょっと僕にはわからないところもあるんですけどあのとにかくねあの軽いし 薄いしでこのサイズってちょうどこう片手でパッと持ってね,、えー、ね <laughs> 中のものをこう見るのにいいんですよ。で電車のね行き帰りとかで本を読むとかあとこれ音楽もアマゾンねプライム会員のサービスは一通り受けられますんで本当にね重宝してますこれはね今年多分買って一番使ったし、えー、そういう意味では一番ね買ってよかったなって。 思った商品になりま,す、ね、これがまあこの後あとこのあとっていうかこの動画を公開する行為はもうとっくに終わってるかもしれないんですけど今年も、えー、とサイバーマンデーとかありますしまあ、えー、来年以降もね多分引き続きプライムデーとかでアマゾン商品安く売られるタイミング何回かあると思うので、まあ、そういう時に是非まだお持ちでない方はね えー、他のタブレット持っててもアマゾン系の,あのプライムのねあのサービスを受ける専用の端末としても1台持っててもいいんじゃないかなって思いますけどこれはねほんとコスパがいいですよ。うん、そんなところでほんと簡単なベストバイ紹介になりましたけども、えー、ガ,チョウガチョウチャンネルも、えー、2017年は、えー、この動画をもって終わりにしようというふうに思ってます。 まあね動画の制作とか作成のとか編集とかねこうその辺のスキルがまだまだ未熟だなと思いますけれどもその辺のスキルアップもね来年は図っていければなと思ってますし引き続き皆さんにとって有益なコンテンツをね展開できるように努力をしていきたいと思ってますんでまあねちょっとこうあれだな Vlog 的なものにだからまあこう手間をあまりかけずにねあの定期的にというかまあできればまあ毎日ぐらいのペースでね何か動画を上げるようなそういう活動もちょっと試してみたいなとは思ってるんですが、まあ、全ては来年どんな年になるか楽しみでもありますしちょっとね 気負いすぎて、えー、全然ダメになっちゃうんじゃないかみたいなそういう恐れもあるんですが、まあ今後ともご引きにしていただければと思います。それでは皆様良いお年をバイバイ。えっと取り組めのない動画になっちゃったんで本編が、えー、このおやつメンバーの話ちょっとおまけでね。これねあのあれですいわゆるこうカップ麺あるじゃないですか。 えー、日清のラオウとかああいうのに、えー、入ってるメンマのみたいなやつがこうやって入ってるんですよわかるかなうんこれがねなかなかおいしいんですちょっと酸っぱくう甘くしょっぱくみたいなおいしいあのー、結構ね作業の合間口寂しくなるじゃないですかなじゃないですかってかなるんですよ、まあ、そういう時にこう なんかいいのはないかなと思ってて。で、甘いものって結構あるんですね。ガムとかキャンディーとかでもなんか甘いんじゃなくてこう。塩味が欲しいって思うことがあって、そんな時にこれ見つけて。これはね。なかなかいいです。こうしかもこう噛むものなんで。こう作業中ね。ずっとこう。噛み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 しながらやってると集中力も高まりますし、これはね。本当。仕事中の？ あのおつまみにおすすめです。うん、酒のなんかビールのつまみにもって書いたんだけどねそれにはどうかな、うん、まあ、とにかくまあ是非ご興味あればセブンイレブンで130円くらいかなで売ってるんであのお試しいただければと思います。それでは